高知県東洋町の高浦です。東洋町高浦の阿佐海岸鉄道阿佐東線の終点高浦駅にやってきました。高浦駅は10km の路線を走る世界初の乗り物 DMV の終着駅です。 DMV デュアルモードビークルというのは列車が走る軌道と道路を走行できるように改良されたバスのことです。到着時間になったのに駅員さんもお客さんも誰も見えません。上階にプラットホームらしきところがあるので上がってみました。上がってきましたが誰もいません。そして DMV も来ないので電話番号を調べて発車駅に電話をしてみました。そうすると前日の大雨のため線路を点検して安全を確認しているというお話です。残念ということで高浦の漁港に行ってみようと思います。高浦漁港のこの写真は国道55号線の橋の上で撮っています。国道55号線というのは徳島から室戸岬に行くために何度も通っていてとても感じのいい漁港なので一度降りて行ってみたいと思っていました。やっと思いが叶ったいい感じの漁港をご覧いただきましょう。魚市丸そばにある大楠が茂る熊野神社です。代々の漁師さんたちが大漁を祈ってこられたことでしょう。これが晴れていて青空ならもっと綺麗だったろうにと、これもとても残念です。世界初DMV の名に引かされて一度は見たいと高浦駅へ。到着の時間過ぎても現れず大雨の後の点検という。高浦の港の眺め感じよし、何度も通る橋から見ると、今日こそは国道から降りて街中へ、予感的中港の景色。